ミルクサッカーアカデミー井上マンでございます。ノーミルク佐藤でございます。先生よろしくお願いします。お願いします。寿司ゴシリーズ2020を振り返ってまいりましょうというコーナーでございます。今回はガンバ大阪編でございます。よろしくお願いいたしますということでございまして、ね、はい、まあ、成績良かったですもんね。そうですね、まあ、ある意味実質1位なんじゃないかとさえ思っている、はい、例年であればね、8点から言ってもデータから言ってもそうなのかな。そうなんですよね。ちょっといい次元のチームが1個あったなっていう、ね、そうなんですよね、まあ、なんで、まあ、一応2位という形になりますけれども、まあ、順位以上にまず ACL に今参加ね、ということになりましたので、あ、そうですね、はい、まあ、そこを2021年まあ頑張っていこう、はい、ということになりました。今日ね、どこが良かったのかっていうお話を各種データから見せていただこう、はい、ということでございます。お願いします。はい、まずこちらでございます。ドン出ました。はい。はい。うん、まず MVP としては、はい、これはもう東口さんでしょう。もうね、ファン、サポーターの方からすれば、はい、なんで、ベストイレブン東口じゃないのよっていうふうな SNS もだいぶお見かけしましたけれども、確かにこれミルアカでもね出しましたが、データ的に言ったらもうそれは東口さんでしょうってところは間違いないでしょ。でその中であるのはやっぱりフルタイム出場もさることながら、ペナルティーエリアまで結構ね実は持ち込まれるケースは多かったんですよ。なるほど。相手のフォワードに、なんですがそのペナルティーエリアの中から打たれたシュートを最もセーブしたのがこの男と。なるほど。自分が相手のチャンスを削っていたよねと。圧倒的ですね。やっぱ圧倒的ですね。ですね。そして U23 選手の MVP としては福田優也選手でございます。はい、まあ、ワンオンワンディフェンスの鬼であり、もともとね、プロ加入前は、2列目の選手だったのが、当時のね、ガンバのクルピ監督によって、まあ、ボランチ、ファイター型ボランチにコンバートされた後、はい、2020年はサイドバックとかやってましたから、ね、おー、そうですよね。そんな中でワンオンワンで相手の、攻撃をいなし、自分たちのものに原因した上で自分であとシュートまで持ち込んだシーンとかもありましたから、かなり変わったなと思います。いろんなことできちゃうから、ね、これからも重宝される選手でしょうね。でしょうね、そして、ボール出し用としては井口洋介選手でした。はい、まあ、もう、データがうぬとかというよりも、日本代表待望論でしょう。そうですよね。これちょっと2021シーズンも、ちょっと代表がね、いわゆる海外組、国内組がね、ちょっとマッチングしできるかどうかってまだわかんない。はいはいはい。少なくとも国内組だけでの代表招集があったならば、井出口選手ほぼ確実でしょうか、言われるのが。パリみたいですよ。ここがでかいんじゃないか。刈り取りの代名詞みたいな感じのイメージありますもんね、やっぱね。そうですね。して何と言ってもあのミドルシュート忘れられないですね。いいですよね。抑えの効いた感じですよね。そしてディフェンスオーバー4号選手でございました、はい。これちょっとデータっぽくないことも私言っちゃうんですが、はい、慌てんぼうなお姿が明らかに減った1年でした。はいはいはい。あの今年ガンバ大阪ね、はい、これあの、これすごいのがメディアも、はい、ファンサポーターの方々も、はい、なんで今年ガンバがよく、勝てたのかっていうところに対して、はい、疑問符というよりもみんな分かんないっていう言葉を使ったんですよね。へー、ほうほう。でも分かんないっていうよりかは、変なところが減ったんですよ、例年に比べて。変なところが減った、はいはいはい。よくあるのが、例えばディフェンダーって、例えば3バックとか4バックでも、間がこう、あまり開かないこととかっていう、ポジショニングとかってある程度重要って言われたりするんですが、はいはいはい、よくこの4号選手のと、例えばセンターバックの間がちょっと空いてたりとかっていうのがちょっと多かったんですよね、去年とか、そこがなくなった分、いわゆる今までよりも、ボールに対してのアプローチ数が1歩、2歩ちょっと近づいてた分、なるほど。そうそう、よく相手から、相手の攻撃をね、拒否というか、なくさせていることが多かったので、そういうのが意外とそのボールにタッチしない部分でみんな良くなってたんじゃないのかなとありましたね。なるほど。そして最後、ミルアカ賞。まあ、ここまでの賞に入らなかったから、もう僕はこの人入れなきゃしょうがないなと。はい、はい。パトリックさんでございます。うん、うん。空中戦で倒せないディフェンダーはいるのかどうか。うん。ちょっとここら辺がちょっと気になってるところですね。全部、すなわち全部倒すということですね。そうですね、うん。エアバトルになったらもうパトリックの勝ちっていうところがありますから。はい、はい。クロス放ったらもうパトリックのね、もう独壇場だったところがあるので、まあ、これは一つのね、やり方として浸透した部分もあったでしょうか。なるほど。
というところでした。はい。じゃあ続いてニュース見ていきましょう。はい。こんなことがありました。ドン出ました。はい。はい。うん、まずこんなところから始まりましたね。2020年2月4日。そうですね。この動画出る頃からしたら、ちょうど1年前とかになりますか、うん、うん。一番大きな話題でしたね、この頃。はい。これが。フランスのトゥールーズから、中3ぶりに、これ中3日とかじゃないですよ。中3ぶりに、センターバックの庄司源が。中学3年生までバンバンにいたんですね。そう、いわゆるあの、宇佐美選手とかと同期なんですよね。はい、はい、はい、はい。で、当時ね、ざわっとしました。イメージがあんまなかったですもんね。そうなんですよ。で、もともと、しかもこれ難しいのが、いわゆるジュニアユースをちゃんと卒業している人たちとかだったらイメージあったと思うんですが、中3の途中で退団してるんですよ。ああ、そうなんだ。で、その後サッカー辞めるんですよ。はい、あ、そうなの？フォワードやりたかったんだけど、ダメで、ちょっとくてくされる時期があって。あ、そうなんだ。うん。で、それで、米子北高校行って、それでもフォワードで出たいって言うんだけど、センターバックでしか使われなくて、でもそれでも拒否っちゃうと、そもそもサッカーができなくなっちゃうから、やべえってので、やり出したらプロに行ったっていう。へー、で、鹿島に。行って、海外まで行って、代表にも呼ばれてでしたから。へー。なるほど。はい、はあはあはあ。まあね、当時はただ怪我もあったんで、すぐこう出場ってことはならなかったんですけど、うん、はい、はい。まあでも明らかにね、今年の原動力になったら間違いないでしょうと、うん。ですね。はい。はい、そして二つ目、うん。これもちょっと驚き。はい。実は開幕戦が前年王者のマリノス戦だったんですが、うん、あとガンバ開幕戦勝利が9年ぶりだった。いや、これ意外ですね。そうなんですね。そうなんですよ。うん。ああ、そんなところからあったのかと。で、我々からすればもうね、2021年の日程ももう出てますけど、はい。ガンバは開幕戦終わった後、次、中2日、うん、中3日で、またミッドウィークで第11節が行われて、そうなんですね。第2節が行われてってことになるから。ACL 組もまた大変ですけども。はい、だなと思いますね。うんうん、そして先ほどは、はい、キム・ヨンゴン選手のところで、みんななんで勝ったのか分かんないみたいな発言しましたけど、はい、まあ、データ面から言えばちゃんとね、やっぱり躍進の要因っていうのはあるんですよ。うん、それが何かというと3つ目ですね。はい、2位躍進の原動力はアンティシペーション。アンティシペーション。アンティシペーション。予見能力と思っていただければ。ほう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 。何に、じゃあデータで項目で言うと該当するかといえば、はい、インターセプトなんです。はい。今年というか、まあ、例年いつも通りの傾向なんですが、うん、インターセプト数が前年よりも伸びているチームは、基本的に成績とかが向上しているっていうのがある。なるほどね。実は、あとでレーダーチャート見ていただければ、はい、えげつないぐらいに向上してるんで、うん、それ見ていただきたい。で、これ、同じように、これガンバだけじゃなくて、これでガンバで、はい、インターセプト面白いと思っていただいた方々は、うん、ここまで見ている通信簿シリーズのいろんなね、レーダーチャート見ていただいて、はいはい、あ、確かにインターセプト増えてるチームって成績上がってんじゃんっていうのを見ていただけると嬉しいです、ね。面白い。データマンジルが今日もね。ありがとうございます。見れるわけですね。なるほど。でもやっぱそのね、やっぱインターセプトのところでかなり頑張ってたかなと思うのは、うん、若手組で、はい、まあ、真ん中シーズンとして高尾、山本、福田ら若手が主力に定着できたこと、はいはいはい、彼らがねプレスかけて奪ってっていうシーンが多かったからこそっていうのが多いのかなと思ってました。ただその反面、若手が定着したってことはこういうことも起こっちゃうっていうので、うん、まあ、夏にね、まあ、秋と言っていいのか、はい、ヤットさんのジュビロ移籍、はい、こんなこともありました。そうでしたね。ああ、そっか。ガンバ顔から見たらね、行っちゃったってことだもんね。そうなんですよ。2021年もレンタルということになりました、ね。はいはいはい、はい。でもそれだけこっちが充実してたってこともあるわけだからね。そうなんです、うんうん、で、ただそれでも主力固定なところもあって、はい、でやってたら、怪我人ちょこちょこ出ちゃってどうすっかなと思ったところに、うん、はい、U23 で育った組、川崎、遠山、塚本、奥野、終盤戦で台頭してきました。なるほどね。うん、はいはいはい。はい。ただ、でもちょっと悔しかったのは、リーグ戦では0-5、うん、天皇杯では0-1と川崎にね、敗れてしまって、優勝を明け渡してしまった。この借りは、2021開幕前のゼロックスで、ですね、はい、うん。なるほど、そっか。ゼロックス楽しみですね、このカードね。楽しみですね。うん、はい、なるほど。ということでございます。はい。はい、では続いて、はい、月別の成績推移見ていきましょう。はい、出ました、ドン出ております。はい。はい、そのところ、黄色いところが良かったよというところで、水のところが、まあ、はい、うーんといったところではあるかなと思いますと。はい、うん、まあ、なんで、8月と11月だけちょっと水色というか、まあ、グラフ的にもちょっと下がってる部分はあるかなと思いますが、はい、うん、これ、11月は多少しょうがないのかなと思ってて、うんうんうん、あれでしたね、あれですよね、川崎戦、その0-5で敗れてしまった川崎戦なんか11月にあったから。ああ、そっかそっか。うん、まあ、その分も水色だなとはちょっと思っちゃうんですけど。優勝決めた時のやつですよね。そうですね、うん、
まあ、ここは多少しょうがないのかなと思いますけど、はい、しかしながらね、後半ぐぐっとこう上がっていって、それまで ね、上がったところがありますから。そうですね、むしろ、うん、まあ、水色もあっちゃうけれども、うん、正直やっぱり、年間トータルで考えたら優勝しておかしくないチームな、うん、確かにそうですね、貯金十分でしたもんね。そうですね。だ川崎だけちょっと飛び抜けてたって言ってたから、はいはい、で、強いて言えばね、うんうん、あの、得失点が、はい、46得点、42失点で、プラ4っていうのは、2位の成績としてはちょっとなって分は確かにあるんですけど、うんうん、ただそれも、じゃあ川崎分ちょっと除外してみようよとか考えると、はい、やっぱプラ2桁まで乗る可能性は高いよ。はい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 。今ね、川崎の0-5がなくそこが1-0とかで勝ってたら、これ話が全然違うわけで。まあね。正直ほぼそれに、ね、該当する分は大きいのかなとは思いますね。うん、ただ気になるのはこのチーム、ガンバは、はいはい、右見てください、マーサー。うん、右見て。ホームアウェイ、はい。ホームアウェイ、はい、こちらですね。はい。なんか最近ちょうど我々収録してるチームたちが、このホームアンダーウェイ系のね、あの話が結構多いんですけど、はい、ガンバは真逆の話で。あら、本当だ。アウェイの方が、断然勝ち点を取っている。そう、しかも、得点も取っている。が、失点も少ない。はい。ホームマイナス4なんです。はい。本当だ。マイナス4っていう状態。あらまあらま。へぇこれがちょっと効いちゃってるのかなとは、はい、こう考えると、はいはいはい、どうしても思っても仕方ない部分ですよね。はい、しかも、もともとガンバもやっぱりサポーター熱いところがあるから、今年がね、うん、ちょっとその声出しとかもなかった分。うん、なるほどね。ちょっとかわいそうだったのかな。これ他のチームでもよくある話ですから。リバプールもそうですもんね。そうなんです、うん。ただ、先ほど言ったね、その川崎の 5-0 とかっていうのは、ちょっとアウェイで起こった話だから、はい、うん、アウェイの成績がその分で、じゃあちょっと上に上がってもおかしくないことで考えると、やっぱホームもうちょいどれだけ戦えるか、いわゆるサポーターが今年2021年も、はい、入れない、いわゆる無観客の可能性や、うん、やっぱり音出しちゃいけない可能性は続くわけなので。そうだね。やっぱそこの後押し、本当は、ね、大事なところだけれども、それなしでも戦えるんだっていうのを、うん、やっぱ見せてあげることは大事なのかな、こう見ると思っちゃうので、ね、そこちょっと硬いのかなというところですね。はい。はい、まあ、ということで、続いて今度は、節別の選手の出場成績を見ていきましょう。はい、こちらでございます。ドン出ました。はい。はい、うん、左から選手の名前、そして出場の割合、はい、スタメンとサブで出た回数、そして右側が、うん、水色がスタメンだったよというところ。これ一節ごとですからね、皆さんね、1から34まですごい図ですよ、これは。ありがとうございます。はい、途中出場が、はい、で、長く出たのが黄色、うん、短く出たのがピンクとなっており、はい、作っていただきましたけれども、この図を。うん、はい。まあ、ちょっとこう考えていくと、うん、まあ、いろいろあったなと思うのは、はい、フォワードかな。はい。やっぱりガンバといったら結構爆発的な攻撃力ってのはね、西の体制時代からずっとあるよなと思うんですけど、うん、そうですね、うん、やっぱオフェンスいろいろありましたよね。元からこう渡辺和真選手っていうのはピンク多いですから、渡辺和真選手、うん、パトリック選手。途中出場ですね。はい。うん、短めの。はい、そう、基本はアデミウソンと、うん、宇佐美で行きたいよっていうチームだったんだけど、はいはいはい、まあ、終盤ちょっと宇佐美選手怪我とかかな、うん、確かあってちょっとなかなか出られない日もあり、はいはいはい、まあ、あんまり言及するのあれですか、はい、アデミンソン選手はね、うん、結局ちょっといろいろあって、まあ、そうでしたよね、事件があって、はい、で残り10試合全部出られなくなっちゃいましたから、これそうですね、痛かったですね、うん、これはでもだからどのチームもですけど、うん、エースフォワード2人、まあそうね、書いてる状態、抜いてやれって言われたら、うん、やっぱメッシでもロナウドでもそうですけど、みんな無理だと思うんで。そうですね、確かにね。だここが最後まで二人とも完遂してたら、やっぱり得点が、うん、例えば50点を超えるとか全然あったと思うから、まあ強いて言えばそこかなってのはちょっと思っちゃいますよね。なるほどね。はいはいはい。でもただその代わり良かったのは、うん、やっぱ塚本とか、はい、遠山とかっていう若い世代をね、はい、使うことができたっていうのは良かったと思うし、やっぱ序盤でもお話した通り、まあ福田優也選手だったりだとか、うん、もしくは大卒ルーキーの山本選手だったりだとか、はい、そのあたりをやっぱ投入できたっていうのも、これは良かったっていうのは言える部分は大きいですよね。うんうんうん、次世代スター、これも楽しみですもんね。うん。うん、あとは、ガンバ、本当もう一つだけ言ってしまうと、はい、
やっぱこう戦う力をこう見せてくれていた選手がやっぱり途中途中やっぱバタバタと、怪我で欠いてしまった。はい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 。やっぱ小野裕二選手のやっぱ長期離脱、序盤からね、特に再開以降からもういきなりこう大活躍だった小野選手。はい。まさ覚えてますか、皆さん覚えてますか、うん、小野選手ゴール決めて、その直後はベンチに退いて、俺やってやったぜみたいな感じでこう、ね、そんな試合とかもありましたから、はいはいあと他にも小野瀬選手、井出口選手あたり、あと三浦健太選手もですよね、はい、怪我で欠いた試合が多かったですから、うん、そんな中で本当若手軍がね、うん、本当に伸びてきたなという一年だったのかなと、はい、そんなこの台所試合やりくりの中で2位をもぎ取ったということはやっぱ手腕が高かったということですよね。そうですね、宮本監督、はい、やっぱこう考えていくとなんですけど、うん、宮本監督の若手企業の抜擢、若手 その抜擢するタイミングとかは抜群にうまいですよね、はいはい、なるほど。ベテランは分かんないですけど、だから控え選手の投入方法、まあ、投入時間とか去年までちょっとね、結構いろいろ言われてたところも確かありましたが、ただ若手の起用方法に関してはもう別格にうまいと思うんで、はいはいはい、そっか。先生、これコロナももちろんありました、過密日程もありました、はい、怪我もありました、いろんな離脱もありましたけど、宮本監督ってのはもともと U23 を率いてたわけじゃないですか、チルドレンと言われる選手たちですよね、若手出したっていうのは。そうですね。これってもしかしたらじゃないですけど、世代交代っていうのを任せられてたりする可能性ってあるんですか？あると思います。あ、何年スパンでっていうこと？これ僕がちょっと聞いた話なんですけど、これ実は、とある、これ今の J リーグの中で、とある2人、うん、まあ、3人か、2人か託された監督なんですよ。その1人が宮本監督で、もう1人が広島の上福監督。うん、そして、あと川崎の鬼木監督の3人。いわゆる遠藤やっと、青山俊弘、中村健吾っていうこの3人から、すごい選手であるのは間違いないんだけど、生きてるこのチームってことを考えたら、うん、だんだん離脱していかなきゃいけないよって、うん、先にそれでやったのが上福監督で、ね、水本とか、ね、千葉和彦とかっていうところからまず話していって、うんうんうん、で、ね、今度は川崎で中村健吾。大仕事ですよね。だって結果出しながらじゃなきゃ、うん、その意向ってうまくいかないですもんね、内外的に。そうなんですよ。だからこれ、サポーターからしたら、ふざけんなって部分は確かにあると思うんですが、ただね、やっぱ若手使っていかなきゃいけないっていうのがあるんで、なんで今の3人に関しては、ファンとのギャップ、意見のギャップはあるかもしれないけど、はいはいはい、フロントからしたら、うん、信じられない大仕事をやった3人だとは、なるほどね、今ありますよね。はあはあ、ちょっとだからでも、早まった感はあるかもしれないですね、頑張りに関しては。そうですね。このコロナの影響でっていうかね。うん、あとちょっと早まったけど底上げになりましたよね、かなりね、うんうんうん、あとただこれだけやっぱ若手使うのが上手い監督なので、あ、ちょっと見たいなと思うのはパリかその次とかの代表、オリンピック代表監督は見てみたいですよね。なるほどね。今まで似たような感じじゃないですか。例えばロンドンの時は川崎やってた関塚監督がその後ね、代表に行ったりとか、仙台やってた手倉森さんがね、リオやったりとかもあったので、で広島やってたある意味森保さんがまあ兼任ではあるけれども、本当だ、なんで宮本監督やりじゃないってちょっと思います、ね、大いにありそうですね、そう言われちゃうとね。うん、へえ、面白い。でしかもやっぱ監督のイケメンさっていうところが、ね、ちょっとかっこいいから、そうですよ。そう、対外的にこういろんなところで記事にもなりやすいので、そうですよね。うん、かっこいい。英語もだって多分いけそうじゃない、英語で答えちゃいそうじゃん。FIFA 大学みたいなの言ってたもんね、だってね。ねえ。あとね、やっぱほら、アジアカップ2003、4年ぐらいの時のほら、コートを PK の場所チェンジとか、あれも審判ともやりやすいとかもありますからね。彼の語学力があってこそって言いますもんね、あれね。あら、I have a pen。ね、そっからいい声で言ってくれそうですよね。私はメモを持ってる、ピンマンからペンで書くよみたいな、そんなまさか。ねえ、いや、楽しい、かっこいいもんな。いやいや、まあ、ということでございました。はい。じゃ続いてね、レーダーチャット見てみましょう、ね。はい、こちらでございます。どん出ました。さあ、今回何を語るか、レーダーチャット。はい。はい、では、まずは、この味方からいきましょう。うん、はい、真ん中の白い部分が、平均の偏差値50の部分となります。はい、ちょっとだいぶいろんなところに被ってますが、うっすら下に見える、青い部分とか、今度も。被ってるがゆえに。はい。そうです。てか、うん、そう考えると、2018年よりか、全部の項目で上回ってるって意味にもなるんですけど。そうだね。そうだね。ね、
はい、なんで、そこが2018年で、赤が2019、黄色が2020となっておりますと。はい。はい、3年比較でお送りします。はい。はい。このレーターちょっと右上が、うん、シュートとか、アタッキングサード侵入数とかのオフェンスのトータルアクションになっています。はい、右下が、うん、非シュートとかのね、はい、ディフェンスのトータルアクションになっておりますと。はい、これね、右下だけは、されてない数、されてない度ということで見ていただいてね。そうですね。されて、ポジティブなほど外に出てるということですね。ちょっとこれだここはネガティブな数字になっちゃってるということ、ね、なんだけど、非ゴールだけはギュンと飛び、はい、本当とポジティブ、はい。そういうことなんですね。ゴールは入れられてないってことですね。シュート数、ね、チャンスコーチとされてるけどってことですね。はい。はい、で左下がディフェンスのここの数値、インターセプトとかクリアとかで、はい、左上が、オフェンスのここの項目、ドリブルとかパスとかになっております。はい。で、見てみると、うん、まあ、本当今、まさにおっしゃっていただいた通りで、はい、右下のブロック見てみると、うん、まあ、平均よりも下にあるので、はい、攻撃はされました。されました。シュートも打たれたし、チャンスも作られました。うん、が、しかし、東口さんが止めまくりました。ね、ここが東口力なんですね。そうなんです。うんうん、それと、実はね、それ以外にもちょっとあるのが、はいはい、いわゆるこの時計的に言うと、うん、3時の位置見ていただければなんですけど、はいはいはい、封鎖アプローチといって、封鎖アプローチ、はい、いわゆるボールを相手に奪われてしまった後の数値が、これ平均のこの、白いグラフより黄色いグラフの方が内に来ちゃってます。はい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 。なんで、ボールをロストした後、なかなか奪うまでに時間かかったっていうチームではあるんですよ。うん、はいはいはい、なるほど。なんだけど、下から、そして、時計的に言うと、7時台、8時台の方を見ていただければなんですが、うん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 、ゴールは奪われてないし、うん、クリア回数もめちゃくちゃ高いし、はい、さらに言えば、インターセプトがめっちゃ飛び抜けてるわけですよ。そうですね。そう。なんで、中盤とか前線とかでボール奪われる傾向はそこそこあったんだけど、はいはいはい、で、相手にチャンス作られてしまってどうしようっていう、そういうイメージは確かにあったかもしれない。だから、あんなに攻められてたのに、俺らなんで勝ったんだろうねって思うかもしれないけど。あ、言ってることわかりやすい。なるほどね。そうなんです。だここが、やっぱ、三浦玄太、そしてさっき言ったキム・ヨンゴン、庄司源もそうだし、東口選手、あとはワンオンワンで勝ってきた藤原選手や福田選手、高尾選手らの、アクションによって、いわゆる結構低い位置でちゃんと奪い切って、前線に回してた、ね。確信犯的に読み切って奪ったりしてるわけだ。攻められたように見えてるけど。そうなんです。はー、なるほど。なんで、はい、強いて、もし何か言うんであれば、うん、やっぱディフェンスの方々に関しては、こう、もう、サポーターファンの方々も、大拍手していただいて、うんうんうん、そう考えると、やっぱ頑張ってことを考えれば、左上の項目が平均割ってるのがやっぱ意外ですよね。ああ、そうですね。去年よりも大きくその数値、偏差値は下げてしまってますね。パスクロスドリブルに関しては。はい、しかもね、偏差値60クラスが45ぐらいまで落ちてるので。これでも先生、平均をこんだけ攻撃指数で下回ってるのにリーグ2位ってすごいですね。すごいんです。ええー、だから宇野ゼロ勝利的な感覚だったってことですか、多くは。あのね、まず言えるのが、はい、右上。枠内2時の位置見てください。はいはいはい。枠内率が、ここギュンって言ってくれたんで、要は無駄アプローチ、それこそ、はい、パスに関しては、偏差60から50まで減ってるけれども、はいはいはい、無駄なパスは減ったし、無駄クロスも減ったんですよ。はい。で、その代わり、ゴールを狙うその枠内率よりシュート精度が上がったんですよ。はいはいはい。間違いなく。はい。そこがまずは本当ゴール決められた要因とか、あとはパトリックをうまく使えてたとか、そういうのにつながってくるのかなと思います。ね、数じゃねえ、精度だと。そうなんです、うんうん。あとは正直ドリブルとかに関して言えば、はい、これはちょっと連携かなと思っていて、はいはいはい、やっぱ冒頭で言ったとおり、その若手が確かに躍進してきて、ここの数値は良くなったって話はしましたけれども、はいはいはい、連携性っていうところではちょっとまだ疑問符はあった部分はあるんですよ。はい、画面乱れました。すいません。ちょっと今白くなっちゃってごめんなさい。いいはい、ただ、うん、これU23 の森下監督がよく言ってたんですけど、はい、我々 U23 ほぼこのメンバーで、この今日試合やるメンバーで練習してないんですなんて言ってた通り、うん、いわゆるもうこんな過密日程で練習なんかうまくできない中、うん、主力がバタバタと怪我をし、はい、急に上がってきた U23 の選手が試合で活躍する状態だったじゃないですか、うんうん、どこでパスの精度合わせるのって話、なるほどね、あ、なるほど、そりゃそうだ、
はい。そうなんだ。だからお互いのもしかしたら、やり方とか意見とかはちょっと一致できてなかった部分はあったけれども、個々のそれぞれのトレーニングとかアクションの結果でうまくいってた部分はあるんでしょうから、あとは。結果はもぎ取ったってことだね。そうですね。ただこれはガンバ以外もしょうがなかった部分は多々あると思うので、しかもこれだけね、もうメンバーガラッと変わったような一年でしたから、だこれが2021年もっとだからね、こうみんなでこう密になってというか、連携性がね、あくまで密になって、触れれば、ポジティブな意味の密の方ね、今のね、うんうんうん。かなと思っております。なるほど。わかりました。はい。ということで、ガンバ大阪のね、第2位に入った強さの秘密に迫った一面もございました。ということでございました。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、通信簿シリーズ2020振り返ってまいっております。全チームをやらせていただいております。ということで、ミロから最後にお知らせでございます。はい、我々のね、密かな目標は J リーグ全スタジアムがいつか満員になる日を目指してということで、皆様のご協力をございます。いただきながらね、動画を作らせていただいております。はい。おります。21もいろいろやっていきたいですよね、先生ね。はい、今年はね、はい、ミルトとかビュール皆さんにご参加いただけるような企画なんかもやりたいなと思っておりますし、それ以外にも、まあ、選手の皆さんだとか、うんうん、まあ、いろんなチームの皆さんに、ご登場いただきまして、たくさんいろんなコラボなんかもできたらなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。ツイッターのね、はい、DM なんかにちょっといただけるだけでもすごく嬉しいので、うん、そうですね、なんかね、ご連絡いただけたら嬉しいです。はい、お待ちしております。もうどんな JAL の方でも構いませんのでね、こちらからも声かけさせていただきたい。サッカーのいろんなね、戦術のことを話してるよとかっていうチャンネルさんとかでも全然構いませんので。なんかね、そのチームに関してこう、ワイワイいろんなこと喋れたら嬉しいですよね。はい。で、勝手に話しかけていきますね。ぜひね。はい。よろしくお願いします。はい。そして、奥座敷トークライブと題しまして、オンラインでメンバーシップコンテンツもやっております。そちらもぜひよろしくお願いいたします。お願いします。リアルトークライブもね、でき次第復活ということになってます。ぜひよろしくお願いします。お願いします。21年もよろしくねということでございまして。明日もやりますんで、はい、毎日やってます。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンで応援してください。お願いします。お願いします。それではまたお会いしましょう。井上までした。ノーミルクスでした。また明日です。さよなら。さようなら。